感想はいかがでしょうか。めっちゃきつい。もう12月となりますが、汗まみれですね。皆さんこんにちは、山本由伸です。今回は竹たこたんブロカー計画腕のフェーズ2ヘビーウェイトの日、それをやってみたいと思います。まずはリップスなんですが、ネガティブオンリーですね。下ろす時だけゆっくり下ろしてあげる時はジャンプしてあげるというものなんですが、かなり重くなってきますので、入念にウォームアップをやっていきたいと思います。まずは自分の体重で12回リップスいってみましょう。リップスで大事なのは最後までしっかりと肘を伸ばしきること。そしてですね、あんまり肩に負担がかからないように垂直に下ろすのではなくて前傾しながら下ろしていくこと。少し大胸筋に刺激がいってしまっても構いません。肘を伸ばしきる。はい、12回で OK です。そしてリップスとスーパーセットでネガティブのダンベルカールなんですけれども、これもしっかりとウォームアップを行っていきます。じゃあまずそうですね、8キロで15回アップしてみましょうか。これは海外させた状態で行うようにします。15回、これはアップですのでひょいひょいやっていいです。はい、これでウォームアップ1セット終わり。もう1セットちょっと重くしてウォームアップ2セットやって、その後本番に移りたいと思います。リップスまず20キロつけて3回だけやってみましょう。はい、 OK です。今度はダンベルカール少し重くして 13.5キロ、これで3回だけやってみましょう。3回ですね。はい、OK です。次はいよいよ本番となります。リップスをまず40キロでやって、その後に18キロにしました。これでネガティブのダンベルカールをやっていきたいと思います。まずはリップス40キロからいってみましょう。これはネガティブオンリーですので、ジャンプして上まで上げて5秒ぐらいかけて下ろしていくという感じで繰り返していきます。僕なんか間違えてだいぶ違います。一回カットしろっていうか、このままいっちゃいます。チェーンを短くしますので、この辺で、これで OK です。よし。では、ジャンプ。何回でしたっけ ?5 秒で下ろして、目標を5回以上。はい。飛べるかな。じゃあ、ジャンプ。1、2、3、4、5。うわ2、2。3、4、5。うわ4、2、3、4、5。うわ5、2、3、4。はい、OK です。これがネガティブオンリーリップスになります。これはじゃあ一回、ウェイト外してダンベルに行きましょう。ダンベルカール、ネガティブオンリー、どのようにしてやるかといいますと、このパワーグリップを使いまして、ちょっと外しちゃってください、ね、余った紐がこのように出るようにします。このように出た状態で持ちまして、でこの紐を両手で持ち上げながら上げて、そしてゆっくり片手で下ろしていくという感じですね。
両手で上げて片手で下ろすというようにやっていきます。では行ってみましょう。こうですね、はい、両手で上げて胸張ってゆっくり5秒で下ろします。伸ばしきって、2、3、4、5、あと2回です。5、2、3、4、5、6、2、3、4、はい、おお、左でいきましょう。5、2、3、4、5、もう一回、6、2、3、4、はい、OK です。あ、これすごい。ネガティブのダンベルカール、こんな感じで行います。さっきからずっと足のトースを間違えてるけど、竹田子さんポンコツって多分ね。はい、それでは2セット目いってみましょう。はい、5秒ネガティブ5回です。よいしょ、1、3、いきなり持ってきました。2、3、4、5、ここのスーパーセットそんなに急いでやる必要ありませんのでね、ゆっくりとやってください。あ、すごかった今。じゃあダンベルカールはまた6回、はい、5秒下ろしていきましょう。伸ばしきって、フェーズ2はもうこれだけで終了。頑張るぞ。はい、最初ゆっくり、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61、62、
ネガティブって言いながら意外と1回目だけ自力で上がってるんですよね。大体、自力で1回か2回はできるぐらいの重量でだそうです。いきます。1、2、3、4、5、4、2、3、4、5、5、2、3、4、5、6、2、3、4、はい、OK です。おお、はい、フェード2、この3セットだけで終了となります。感想はいかがでしょうか。めっちゃきつい。これ本当に1種目3セットでよかったです。はい、もう12月となりますが汗まみれですね。これだけの、非常に短い時間ですけれども十分に腕を追い込むことができたと思います。はい、今回はフェーズ2、腕のトレーニングをお届けしました。面白かった、興味が持てたという方はぜひチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。ワンが一番楽みたいな。そうですね。先生、筋肉痛でいうとワン、ツー、スリーだと理屈上どれが一番きますか。まあ、その人にとって慣れてないやつなんで、普通普段ハイレップスやってない人はスリーが一番くらい。この前の3の収録のやってる最中の体の痛み本当に叫ぼうかと思いましたからね。筋肉痛が一番来るの意外と僕集中してやってるせいか1がものすごい筋肉痛毎回来ますね。3は本当にやって2、3時間後の張った時が一番楽しい時間です。楽しい時間です。撮ってますか。今多分撮ってると思ったんで、あえて言いました。これでこれでですね、もうあんまりぐるぐる回さないでこのままもうこうやっちゃって、でこれでこれでもういいです。右足をこっちですね。でしゃがんで、でこれ撮ってます。多分明日あたりのコメント欄で竹田子さんポンコツって多分。はい、それでは2セット目いってみましょう。この度売り切れになっておりましたフェイスカバーの再販が決定いたしました。前回はですねこちらのブラックだったんですけれども、こちらすぐ売れてしまいまして、それで今回こちらのホワイトも含めまして再販が決定いたしました。ロゴサイズがとても大きくなっております。安定感抜群の耳掛けタイプとなっていて、激しい動きをしてもずれることがありません。そして長時間着用しても耳が痛くなるということもありません。通気性も非常に良くてですね、息苦しさを感じにくくなっております。トレーニング中の使用に最適だと考えられます。詳細は概要欄の方にございますので、ぜひご覧の上ご注文いただければと思います。よろしくお願いいたします。